およそ42万人が志願する国公立大学の二次試験が今日全国の大学で始まりました。二次試験は前期日程が今日から、後期日程は来月12日以降に行われ、全国174の大学で延べ42万3180人が志願しています。東京大学では午前9時半からおよそ9000人が試験に臨みました。やっぱ日本最難関なんで、まあ、大学受験するならちょっとせめて1回は挑戦しとこうと思って、まあ、できれば満点目指して頑張りたいと思います。3年間頑張って勉強してきたので、それの成果を発揮できるように頑張りたいと思います。文科省によりますと、全国の志願者数は前年度より5476人減り、記録が残っている2001年以降過去最低となりました。